さあアラスカ、寒い、マイナス10か20かです。今から、選手一同撮影まで向かっていきます。いい天気、これが僕の会社です。頑張ってくれよ。いよいよスタートです。あ、緊張してきた。楽しみ。行きます。始まりました。レーススタートです。ソリが、すっごい重い。それに雪が、柔らかくて足がずっと取られるっていう。1日目夜1時です。川に着いたんですけど、マイナス27度まで下がってちょっと寒いです。じゃあまあチェックポイントまであと20数キロ頑張ります。もう朝4時になってかなり冷え込んで、夜明けまでもう少し。2日目の朝が来ました。出ると元気が出るね。やったー、ようやく到着です。ちょっとご飯食べてゆっくり休憩したいと思います。チェックポイントで、2時間ほど休憩して、食事とちょっと、エリーをパワーアップしました。
と次のチェックポイント2が12時間ぐらいそのまま進むことになりそうです。なかなか精神的にタフですね。2に着きました、スタートから35時間クタクタです。4時間仮眠して、朝向かいました。時間、寝てちょっと足回復したんで、ラスト32キロ行きます。怖いな、こんなハマったら終わりじゃん。マジか。うわ。はまった。行くしかないか。行くか。行くで。せーの。びちょびちょです、次ゴールなんで、それまでちょっと急いで当初ならように急いでいきます。やっべ、ダウンが延々と続いて、もう11時間さらにあと5時間ほどかかり
痛い。Yes. Thank you. Yeah, thank you so much. Glad you made it. Sika. Yay. Go. Yatta.目標であるのはこの先560キロ、1600キロなので、まあ、ぜひ1600キロチャレンジ走破できるように頑張っていきたいなと思います。レース代わりアンカレッジに戻ります。Wow! I'll take it. すごい。